出たなんでなんやろなんか方法が分かんなくてなんでこうなったかみたいななんでなんやろでも充電もできてるんですけどなんかなんでなんかな刺しながらやったらすごく熱くな,なるから満充電にしてたんですけどそれでも落ちちゃってやばーい。 保冷剤保冷剤とか当てながらやったらいいんでしたっけ過去や未来や過去に結構言ってたね <laughs> ほんまになんかさあの下向いてて喋っててパって前見たらもう画面真っ暗よ <laughs> ほんまにでも見らしかったなんで消えてたの分からへん もうミイキが聞きたいしかもさミーき分かんないんですよなんかこれあんまりこうなんか説明,と説明書とかがないとなんかこのショールームのこととかも最初は分かんなかったんですけどなんかそ,それなのになん,なんでこの原因が分かんないなんでなんやろほんまに分からないです機械分からないですほんとにほんとに。 こんばんばは仕事終わって帰ってて帰るお疲れ様ですよくあれねそうなんかズームがその在宅ワークでしたっけ何やったっけ在宅ワークかなんかズームになったじゃないですかその自粛期間中にでなんかその一番最初に始めるってなった時に使い方わかんなすぎてあのしおんちゃんにずっと教えてもらいましたもん どうやればいいのってこれでできてるってあー分かんないですね本当にあの機械強い人が羨ましいです。うんだからしおんちゃんはめちゃくちゃ頼りになるミイキからするとあの「ミルダム」のマージャン配信あるじゃないですかあの時もなんかその「ミルダム」っていうアプリを使うんですけどその取り入れ方すら分かんなくて。 全部シオンちゃんにやってもらった頼もしいっすね我がクマさんはさすがみイきの相方やな50チェルちゃん完了のありがとうございます明日までに待ち受け変えてみますあゆユウさん先ほど待ち受けの件でそうしゃべくり相談室やってくれましたね 再起動してみるるのもも効果あるかも言うあかかそっか再起動したら何かと復活しますもんねいろいろそっか再起動してみるちょっとこの配信の後再起動しとくわミイキ自身も <laughs> シオン言うのそう。 すらすらスマホを使いこなすミーキ想像できない <laughs>。ええー。ミーキだってやりたいよ。すらすら。スマホの容量 Wi-Fi の環境あ、Wi-Fi つければいいのか。いや、でもついてます。なんでなんですかね。バーチャル背景。 <laughs> あれはちょっとねあの時は背景ちょっとあれだったんですでもいつもはそんなことないんですよてかめっちゃ久しぶりにバーチャル背景したあのやつザ・ミーキのやつ保護者じゃんシオンほんまにだってマージャンもそうそうマージャンもプロやしショールームも軍師じゃないですか 一周星投げ50カウント完了しましたありがとう8時半まで配信しますあシェアとあれだねあのー、なんだっけテロップシェアとテロップ次のあ次の時間22時です2時間後かん違う あ、二時間後か。二時間後ですね。はい。頼れるしおん。本当に。ひでたんさん、はじめまして。初見さん。背景消さなかったから、お城が見えなかった。あ、お城は見る。あの。 じゃんめっちゃ可かわいくないかわいくないお城カレンタンと息ぴったりやったわみーきああいうのやってんそうまさにそれって感じのバーチャル背景も固まるあ えー、そうなんや前とかはなんか結構バーチャル背景でやってたんですけど久しぶりにあれでやったんですけどね前の時はそんなことなかったんですよそんな固まったりとかはか困ったらリセット困ったら再起動あじゃあちょっと再起動してきますね後で。 スラスラできたらミイキいいじゃないいや任せてだってさ次のナンバー鉄砲隊はさみイきが仕切っていかなきゃって思ってるんだからねだからみんなみイきについてきてなっていう勢いでみイきはあの自分でもびっくりやけどあの引っ張っていこうかなって思ってますうん でも、ミイキも想像できひんな。ね。できるかなちゃんと。このメンバーで公演も始まりますし。ケーキについてくる保冷剤凍らせてテープで貼るとか。あ、ナイスアイディア。あの背景未だに見つけられんわな。あれは、チカポヨがミイキに送ってくれた背景です。こんばんは。 透明人間になるときあるバーチャル背景えあのさそうなんですよあの人物の前に持ってこないとダメみたいで友達と食事中焼き肉いいなまたミーキのお腹がなるぞファッション素敵ですありがとうはじめましてヨッシーさん ミキお疲れ様お疲れ様こまちゃんさんも見えた家来が作ったお城いや誰が作ったんですかって言われて家来って言ったいやなんか最初みーきが作ろうかなって思ったけどなんかあ失敗しそうやったからみーきが設計家でこれ作ってもらいます 乙女やなラブリー系が好きかな Wi-Fi のモデルの再起動してみてはなかったらご両親に聞いてみて OK 初めましておろの、ね、絵かわい,いですね侍ちゃんさんありがとうございますラブリーに仕上がりました チェルちゃんはシオンをどんなことでリードしてあげられるのかなほんまやなずっと頼りっぱなしやなシオンちゃんに後輩やけどミイキ長先輩やけどミイキカネタ最高だったうんしっきり心配です早朝はこんにちはかな関西に住んでるのに関西弁久しぶりに聞きました 自分でも想像できひんのかーい、えー、想像できひんこんばんはミーキ鉄砲隊長や酒井そやねんそやねんドキ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 チーム鉄砲隊のキャプテンキャプテンは慈ヒに会ってもらおう慈ヒに早朝は眠そうだったけど元気そうで何より夜に行くにつれて元気になります 夜が一番元気かも星がのもし夢のようこんな日が来るとヒキアンはもう何年もミイキのことをしてくれてるからびっくりよなではクレオこんばんはマテちゃんこんばんはこんばんは梅田のカフェで見ています音はイヤホンで聞いてますじゃあミイキの声ダイレクトに行くやつや バタヤンさんこんばんは梅田のカフェで見てくれてるんですねでもミイキのセンターみんな待ってるよってドジボさんだドジボーさんも待ってくれてますか <laughs> チッヒキャプテンでエースがミイキ <laughs> チッヒめっちゃしっかりしてくれてるキャプテンだしねチーム N の 待ってるよーってみーきだけひなわうにならないといいけどひなわうって何 ?2522 おたかしシさん1 0万円島道場さんファイトスタンプとハートスタンプバタヤンさんハートスタンプひきやんくまちゃんゆうさんハートカールさんおつかれスタンプ寺ださんかわいいスタンプ ススミスさん「クリスタルの赤色とかわいいスタンプありがとうございます」「意外とガトリングガンかも」って何ですか?「昔の鉄砲」「韓国の50シカポヨ星2周完了よありがとう」「韓国語わかる方いらっしゃいますか?」 韓国語。わかる方いらっしゃいますか、さゆぴ呼んでこな。あと十五分です。お、たこさん。たこさんは。まてちゃんから。わからぬ。なんて書いてるんだろう。 気になります。韓国語。星にシュートかん、と完了しました。あいちゃん、ありがとう。ハート100個突破。受け取った。あ、ナニオさん。韓国語わかりますか教えてください。ミーキー推しずっとしてたら髪推しになれるのうん、そう、そうなる。 ようちゃんさん暴れ発着さんみいききっかけかなきっかけで NMB にはまったからセンターが本当に嬉しかええー、嘘暴れ発着さんえいつからみいききっかけにで応援してくださったんですかしおんのお母さんひでたんさんしおんしおん のお母さん。韓国語で、あ、そうなんや。ミーキのこと言ってくださってるのどの字がそれなんですか自分の字見たことない。韓国語の。こんにちはやってて。こんにちはこんにちは語尾にハートつけたのに消えててほしい感じになっちゃってた。あ なるほどね。あの、あれなんですって。あの、ハートとか音符とか使えへんだし。でも、星はなんかつくんですよ。星。星の絵文字。なんかびっくり。ミーキーもあもテロップ出すときに星だけ使える。なんか。絵文字とかは無理だし。2週 &50 カウント完了しか。3週完了です。ひろちゃん。 せよカニサム7日連続おめでとう7日連続配信出た今日で7日やったら明日と明後日で終わりなん明後日で終わりなんですけど9日ってことになりますよね10日まだ新しいけど三時の「か」を見てたからかな見てからかなえっそうなんですか 握手会は来てくださったことあるんですかあまり発着さん。ひでたんさん星マークは悪くない。<laughs> 消されるときは星だから。えじゃあみいきはでもあの消されてないですよ。みいきは好んで星マークをつけてます。うんー。 そうなんや。こんな字なんや。まだないんです、えー。会いたいですね。サンズの顔そんな見てくださってたなんて。ユーリちゃんとかいた頃じゃないですかユーリちゃんやまりな。 じゃあ配信だけでミイキのこと見てくださってるってこと握手会はまだ行ったことない陽ちゃんさんもへーこんな感じこんなあれなんや韓国語ミイキに会ってはっちゃけてください <laughs> ミイキめちゃくちゃねあれなんです あのテンション高いけどついてきてね私もあマ待てちゃんも乃木坂さん押し合ったっけミイキの背後から時計の音が聞こえるそうそうそうヒタさなんか配信するからあの常に持ち歩いてるんですよカバンに入れてでもそれあの持ち歩く時計をあの何 置き時計っていうですかなんか腕時計とかのじゃなくて置き時計にしてるからカチカチなるタイプのやつしかなくてなんかあの何ですか車の中とかあバスとか例えばね乗ってたりすると私のカバンからカチ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 ってなるからむっちゃはずい <laughs> なんか時限爆弾でも持ってんのかなって思われてたらどうしよう。 ドキドキしそうやって陽ちゃんさんドキドキしそうやって電波時計にしたら電波時計ねやばそう次元は草さ <laughs> 次元爆弾時計は鳴るわお腹は鳴るわほんまやでだからねなんか密室密室とかやったら多分あかんかもしれへんミキ もうめっちゃお腹鳴ってしまう。<laughs> だから特になんか最近打ち合わせとかが多いんですけどあの打ち合わせの時とか結構、ね、ラジオの時とかがちょっと <laughs> めっちゃ面白いけど撮影とかあのもう自分でなりそうな頃って分かるじゃないですかお腹の音って。 止めれなないいじゃないですかだからあのさっきに言うんですお腹かすいたなグー,ーってなる <laughs> なるからあのちょうどいい感じみたいな前前置き前きしてるんですねそう乃木坂ちゃんも北の大地から見守ってるだけそうなんやだからあれかナンバーは遠いんですね ショールールムだから世界を超えてねあのここに会いに来てくださってるけど「お腹すいた」って書いてるヒデタンさんみんな映像で飲み確かに会ってみたらどれくらいミイキのこと好きになってくれますかね 赤い線と青い線が見えてたら完璧ですね赤いい線線と青なんだろういつでもチクタクそうやでチクタクチクタク時計の歌ないかな AKB さんのグループの中の歌で難波の秘密兵器なんだねだからカチカチ <laughs> あのなんていうの 時をかけるみンきみたいな <laughs> ミンキみきこんばんはこんばんは小平さん1322人の方に見ていただいてます関西住みでやっと名古屋方面出張ある仕事ついたけどコロナで出張なくなったそうなんやそうなのね生まれ発着さん名古屋方面やったらさ SK さんの劇場もあるしあの んば来やすくなるよ、ね、琴様とかも名古屋出身だからある意味爆弾 <laughs> スペースあけ,開けてもう西週間と関東終わり引きやん卒業した中田千里さんには会ったことあるけどそうなんだ青春時計あ NGT の青春時計えー、あチクタク」ってやつか。 すべてにおいてミーキが好きやってえー、初めましてヒデタンさんどのくらいだろうな猛烈にハマることは間違いないじゃあもうミいキにどっぷりハマってもらうしかないですね時間という概念が適用されないミいキただいま帰宅あ猫パンチさん1 0万円を3 0十千万円ですねようちゃんさんかわいいスタンプミッチーさんバラスタンプひろちゅんハートスタンプ 10連打だミッチーさんハートスタンプ100個以上うわう嬉しいですえっと星様とアイテムはポイント1.2倍になるんですよ10連打でなのでお願いしますあと50カウントもお願いします1から50の数字を入力すると50カウントになります3週 10いけたありがとうございます難波に遠征しないとねそうやねミキこんばんはこんばんはあ六61万かなすごいえでもあと5分とかでいけないですよね50までにいきたいな 初見やけどすごく好きになりましたやってええー、嬉しいミイキにもそんな力があったんや1431人の皆さんこんばんはあと5分で配信終わりますそして22時から次は配信しますあっマテちゃん手のださん 花束ありがとうございますイェイうれぴようれぴよですイェイやったぜみなさんお疲れ様ですたこ焼き食べたいわやってうん食べたいなぁたこ焼きシカピよ ヘロー。あ、みーち、みーちさんや。アイアムみーきですよ。名前似てますね。あ、じゃあ、あと4分くらいなので、ランキングを見たいと思います。13位、りゅうりゅうさん。12位、リアルトリックさん。11位、トルコライスさん。10位、イケメンキストラさん。9位、ハモンドさん。8位、シカと並んで、はい。7位、うののシカさん。6位、4 0 0八さん。5位、ひろちゃん。4位、ゆうさん。 はい、スミスさんに気象予報士バタヤンさん1位引きやんさんでした。ありがとうございました。イエーイ10日間って長いなと思ったけども、もう明後日までなんですね。意外と早かったのかな？ 大阪城でイベントするの大阪城でイベントしますね大阪城ホールでしますコンサート10周年コンサートがありますよ NMB48 の幕張メッセだったら遊びに行けるんだけどなあーそっかでもね私たちもねこのコロナがなかったら幕張メッセで握手会ありましたよそう全部延期になってあのオンラインお話し会っていう形になりました 靴買いに来て配信までに帰ろうと思ってたけど結局迷ってまだ店にいますそうなんやユウさんささっきあのしゃべくりアワーの時も靴屋さんにいてたの拍手パチパチパチヒデタンさんミー,キーと一緒やから早いよフフ <laughs> 壇上の下でリアパレードしてるほんマやほんマや 幕張かパシフィコ横浜でねしゃべくりの時は家にいたよあそうなんやじゃあさしゃべくりアワー18時に終わってこの配信20時だからえめっちゃはや弾丸でって思ったの <laughs> えめっちゃ可愛いいじゃん埼玉スーパーアリーナなら埼玉スーパーアリーナ懐かしいあの前田敦子さんが発表された時とか卒業の 埼玉スーパーアリーナですよだよ NMB48 の団体ファンクラブに入ればいいの団体ファンクラブファンクラブってあったっけあのオフィシャルモバイルいるかなモバイル会員かなであの,あのコンサートのやつとかはチケットとか取れますね あと1分や横浜個別終わってからの中華街が楽しみだったのにな <laughs> みんな中華街行くよな横浜私は横浜と言ったら何かなあそこ行ったことないんですよなんかレンガレンガの家弾丸で行ってこようと思ったんだけど友人ふだ海行きも一緒やわ なんか絶対間に合わへんって思ってても行っちゃうしそこで迷うから優柔な優さんとシェア。アジスタなら赤レンガ倉庫かな赤レンガ倉庫か楽しいですかあそこなんか横浜って聞いたらなんかそんなイメージがあってあとなんか新幹線で横浜から乗るときに赤レンガなんちゃらみたいな なんかお土産がいっぱい置いてある気がして、なんかすごいのかなーって思って見てました。な20時30分あありがとう。じゃあ配信終わりますね。次は20。何時からでしたっけ？2時か22時から配信します。おしゃれなカフェあるの？じゃあまた行ってみよう。じゃあねー、22時に待ち合わせでお星ま食べて待っててください。じゃあね、<laughs> バイバーイ。